湖南本線は、大韓民国大田港域市大特区の大田総社場と全羅南道木浦市の木浦駅を結ぶ、韓国鉄道公社が運営する、鉄道路線である。日本統治下の1914年に開通した、韓国第二の幹線で、ソウル特別市の達山駅から、多くの列車が直通する。全羅西や甲州公州港域市などへ直通できる、第二の幹線とはいえ、輸送量は、 KTX 運行開始後も京府線には遠く及ばない状態である。また、達山から甲州方面への一般列車の一部は甲州線の甲州駅へ乗り入れている。開業以来、大田駅が起点でソウル方面からの列車は大田駅でスイッチバックを行っていた。しかしその後、ソウルから直通するために設けられた大田線の重要性が高まる一方で、本線である 大田駅から西大田駅までの区間の需要はほぼ皆無となる状況であったため、KTX 開業とともに大田操車場を起点に変更し、大田駅から西大田駅までの区間を大田線とする路線名の入れ替えが行われた。2015年4月2日以降、大田駅を発着する湖南線の旅客列車は設定されていない。三つ竹年間の大韓帝国政府は、 半寸から木浦までの鉄道を付設しようとしたが、建設費が足らず水原、天安、大田を経て、ミネ地方に向かう京府線鉄道の付設圏が日本側に移り、独自の鉄道本線付設に失敗する。以後、朝鮮総督府により、京府線の支線という形で木浦までの湖南線が1914年に全区間開通した。1910年1月に大田駅、 連山駅間の24.3マイルの工事区間を含め8つの工事区間が設定された。まず、大田駅、連山駅の区間が1911年7月に開通。群山駅と後継駅間の31.2マイルの工事区間が1911年3月に着工し、1912年3月6日に開通した。金み駅。 三里駅間の11.1マイルの区間は1911年12月に着工、1912年10月1日に開通した。終点の木浦駅は1913年5月15日に鶴橋駅との間が開通。最後に1914年1月11日、伊遊駅と松永佐里駅間の35.5マイルの工事区間が開通し、 湖南線鉄道が全線開通した。湖南線工事の軌道延長距離は198.3マイルであり、その間にトンネル9カ所、橋が193カ所、カルバートが286カ所あった。京府線との接続駅である大田駅を改築拡張したほか27カ所の駅舎を設置した。朝鮮総督府は日韓併合後短期間で 湖南線鉄道を完成させたが、湖南平野などで生産されている米を、富山港経由で日本に輸送することが急務だったからである。当時湖南線は、大田駅で京府線の富山駅方向に直通するように接続されており、形状方面に行くには乗り換えを必要とした。甲州、全州、甲州といった従来の中心都市を通らず、鉄道沿線に、 新しい物資集散都市が形成された。1970年代末にはすでに高速鉄道事業が議論され始めていた、京府線とは異なり、コナン線は遅れが際立っており、複線化事業も非常に遅い時期に行われた。大田、増山区間が1978年、増山、伊 u 区間は1985年、EU。 頂上区間は1987年に伏線が完成し、1988年になってようやく、甲州市の松渚里駅まで伏線化が完了した。松、渚里、木浦区間の伏線化は2000年代に入って、ようやく完成した。松渚里から木浦郊外の任白里駅までの伏線電下が2001年12月に完了し、任白里。 旧落館は2003年12月に電化、伏線化が完了した。2004年4月1日の湖南高速鉄道開業により、湖南線への KTX の運行が開始された。しかし、湖南線はカーブが多く高速運行が困難で、立山、金浦間の所要時間が約3時間半と同日開業した京府高速鉄道ソウル、富山間と比較すると長くなっていた。 このため、新たに、湖南線に並行する高速新線が計画され、2015年4月2日に第1期区間が開通し、ほとんどの KTX が高速線経由で運行されることとなり、大幅に所要時間が短縮された。これに伴い、KTX が直接乗り入れる区間は、大田総社場、増山間と、高州松な木さ、キラマに削減された。 全打線方面に直通する KTX が復活している。ありがとうございます。